進め。 見つからないようにしなくては。 これで終わりだ。 Thank you.
引っ越しの手伝いなんてそんなに金がないのか。あいつは荷物が多いんだって。仕事は仕事だ。ちょっと余分な金があって誰が困る。それに単純な物事が意外と重要だったりもするだろう。どうやらあっちのが重要そうだな、バルナバス。私の村の問題ではない。だから私には関係ない。一体何を期待していたんだ。殺すために来たのか。なぜ罪なき村を襲う。危ないところだった。傭兵、危ない。アルタの野営地周辺も危ないの。ペルシア兵、わし使いだな。 あなたわし使いなの。行け。お前の首を持っていけば狩人がさぞかし喜ぶだろう。試してみるか。
着をつけようか。消してくれ。スパルタの野営地にまだいる。行くか。助けてくれたのは誰だ。来てくれると思ってた。虐殺が起きてるのはここよ。止めないと。みんな死んでしまうわ。おい。
アレクシオスだ。私はニーマよ。やつらに和紙使いと呼ばれた。なぜ俺を知ってる？さあ、でもやつらは何か探してる。カリウドという名に重大な意味がありそうだ。やつが来たら私たちは。私はみんなの面倒を見る。結社のやつらは殺しながら進んでる。後が残ってるはずよ。やつを追う。ありがとう、アレクシオス。何がだ？助けてくれたのはあなただけだった。私はここで怪我人を見てる。皆殺しか。なんてひどいことを。遺体は川に向かってたのか。スパルタ兵の死体だ。上流にはもっと。やったやつを見つけなくては。ペルシア兵はなぜ俺を。相手の姿は水じまいだったろうな。衛兵だ。こっちで間違いなさそうだ。これは衛兵か。先に誰か来たな。何者だ？そいつは。
してる。この人はわし使いよ。父親なのか。わし使い。行かねば、ニーマ。兵士はまだ来るぞ。隠れ家は岩のアーチの下よ。そこに来て。あいつらは何者だ。済んだことだ。逃げても逃げてもキリがない。奴らは やられた村は他にもある。結社の力が増してるのよ。なおのこと、影の中に潜まねば。人が殺されてるのに。命は失われるものだ。父さんは何もできないのね。慎重にならなければならない。わかるだろう。村は燃え、ペルシア兵はスパルタ兵を支配し、老人が襲ってくる。機嫌が悪いんだ。話をしてもらおうか。どうやってここが。私が教えた。まだ何か知りたいことでも。何か事情を知ってるな。ペルシア兵がスパルタ兵を指揮してるの。古き結社、幾多の王による統治の間にもペルシアを支配し続けた強大な組織だ。秘密の組織か。普通は人目につかないものだが。俺を殺そうとした時にも聞いたが、あんたは何者だ。ダリウスだ。名前以外も知りたい。全くだわ。いつの世にも力と支配を求めてやまない者と、それに必死で抗う者たちがいる。あんたはどっちだ。偉大なるクセルクセス王の話を聞かせよう。何年も前のことだ。ペルシアで
ーだ。お前たちの死など意味はない。結社は決して止められぬぞ。奴らの力をもってしてもお前を守れはしなかった。この私からは。以来我々は追われ続けてる。あんたみたいな過去のある人になんてそうそう会えるもんじゃないな。私もめったに話はしない。だが結社は今ここにいる。村を燃やし罪なき人々を殺してる。奴らの目的は。我々ではない。古き結社はずっと昔にこちらの足跡を見失ってる。カリオドはお前を追ってるんだ。お前やお前のようなもの、汚らしいものをな。そして今お前には選択肢がある。戦うか姿を消すかだ。父さん。この件はもっと深く知った方がいいな。ニーマから聞こう。狼が減れば問題も減る。ニーマを探そう。何か用か。ニーマは狩りへ行ったぞ。アレクシオス、ここで何を？同じことを聞こうとした。体を動かした方が考えがまとまるってことに気づいたの。彼が好きか？まあね、この辺は鹿がいるの。ダリウスと似てるなら弓は得意なんだろうな。まあね。謙虚だな。ちょうど始めるところなの。一緒にやる？ああ、いいね。楽しそうだ。あなたの腕前を見せて。鹿はたくさん狩れそう？さてどうかな。いつもここに鹿がいるの。
ね。ダリウスは腕が立つ。相当鍛えてるんだろうな。あんたの父さんは無口だな。あれでもあなたにはよく喋ってるわ。もう一本。何が？どうした？信じて見て。イノシシ？マケドニアに？めったに見ない。美味しそうだな。静かに、気づかれる。もう待ちきれない。これで何でも美味しくなるの。ニーマは最高の料理人だな。神々も満足する。うちの伝統の調理法よ。おばあちゃんが聞いたら喜ぶ。たまには神々のように楽しむべきかもな。神々ですって？あんたはさておき、俺はすでに神だ。あなたの特別さは誰でも感じる。でも何が特別かは誰もわからない。あなた自身すらね。マケドニアで起きたことを思うと、あんたはここにいるべきじゃないかもな。どうかな。私たちはいつも逃げてる。幼い頃から。母さんなら何とかしてくれた。道端にいようと洞窟にいようと、私たちが暖かくて安全でいられる方法を見つけてくれた。まるで家みたいに。あの頃が懐かしい。亡くなったのか？ええ、何年も前になる。結社の仕業よ。ここに来る前は弟のナタカスを失った。あなたはどんな過去があるの？俺も本当の家は知らずに自力で何とか生きてきた。あんたの言うような温かい感じのする場所があればいいと望みながら、まだ見つからない。結局そんなものは存在しないのかもな。過去が人を作る。でもそれが全てじゃない。奴らペルシア兵だって？ダリウスが
クセルクセス王を殺したそうだ。あんた信じてないだろ。信じてる。嘘をつくならもっとマシな嘘がいくらでもつけるからな。ドロスがごとき嘘って感じだ。何が真実だ。ダリウスは結社が俺を探してると言ってる。彼が見つけた覚書には他の人物のことも。他にもあんたみたいなやつが。彼を信じるならそうだな。だがダリウスがコスモスや結社の人間じゃないという証拠もない。あんたのことを偉大な戦士だと聞いてたそうじゃないか。結社との戦いに力を借りたいと思ってるのかも。やつらの仲間じゃないな。まあ簡単な話だな。そいつを信じるのか。ダリウスを信じる。謎は多いが嘘つきじゃない。何が起きてるか知りたいならあのペルシア人のとこへ戻らないとダメだな。ダリウスは何かを隠してる。それだけは明らかだ。なら気をつけろ。隠してるのが罠じゃないとは限らない。いつも通り注意深くやろ。それが怖いんだって。